心ぴょんぴょん。違う。どうも、モッティです。よろしくお願いします。ポケモンオーラス初心者講座じゃない方のシングルレート。どんだけ心引きずってんだよ。せーの、はい。1866からいきたいと思います。勉強してきた。ご中佐。大丈夫。もう次出てきた時は、ご中佐構築多分突破できます。いや、ただ、耳ロップが突破できない可能性がこのパーティーだと若干あるなって思ってました。大地さんお願いします。傘良くなくなるよね。ビニール傘良くなくなるよね。ね。よいしょ。最近の傘ってあれなんでしょう。水が馴染まないんでしょ。弾くんでしょ。すごい布なのにね。あとなんかめっちゃなんかこう、スポって入る傘あるよね。俺らの頃はさ、なんか骨が増えただけですげえすげえって言ってた。なんかすごいらしいね。傘いいよ、そんなこといいんだよ。早くやろう。やりましょう。なんか俺ちょっとこの並び気に食わねえわ。頑張りましょう。気に食わねえもんだって。気に食わねえもんは気に食わねえんだよ。はい。いや、これはでもね、パーティー単位では負けてはないと思うね。どうしよっかな。初手マンムあり？初手マンムありですか？初手マンムありだな。全然ありだな、初手マンム。初手マンムでひっくり返してヘラで全抜きする感じで。いいじゃないですか。何が辛い？スカーフ、スイくん。いや、でもこのパーティーにスイくんなんか出てこねえからな。いや、いいんじゃない？対戦お願いします。初手からね、スカーフマンムなんて違うですけどね。まあ、でもこのパーティー、いやでもな、相手の人からしたらなんかスカーフマンムとかめっちゃ来てそう。そう。マンム、はい。いやー、どうしよっかな。昔ね、偉い人がね、ガブリアス見たらクレセリアとりあえず投げとけって言ってたんですよ。とりあえずね。どうしよっかな。や違う。これは危険だわ。やっちまったわ。ここでやっちまったなって。ボルトロス、行くしかない。ボルトヒット。込める起点を作りに来たの。スイくん。今のボルトは何ボルトなんすかね。別にスイくんでいいと思うんですけど、スカーフだってバレてるから。なんで、あれなんだろうな。まあ、こうでしょうね。どっちか落としたいな。ちゃんとあれだね。ラス1万無にしないように気をつけながら動きましょう。名称。はい、名称。まあ、ここでスルーでヘラが出てきたってことはっていうのは多分分かってると思うんで、相手からすると。種ガンでいいね。一発種ガン打って、で、6ブラでいいんじゃないですか。で、ここでまあ、多分初手は取れるはずなんですよ、ヘラでも。スイ君。はい。一回急所当たんないかな。一回でいいから急所当たんない。一回でいいから急所当た、一回でいいから急所当たっても無理だった。はい。で、眠るのか。ネットを、半分入んない。OK です。6ブラ。はい。眠る。初手取られてる。マジか。まあでも、眠られたところでだな。うん。まあ、角を増やしたくなかったんで、これで合ってると思いますけど。はい。で、後手完全に踏んでるよっていうのが分かったんで、まあ、これはこれでよしと。で、ここだな。で、ちゃんと種ガンで削り切れる、あれにしといて、で、水君にこれで抜かれてるのが分かったんで、後で心置きなくひっくり返せますよねと。はい。ネット。よし。偉い。偉い。偉い。マジで。本当に偉い。51% だから49でしょ。49% 引いた。49だからね。ネット掘ってね。2回食らって火傷引かない確率 49% ですよ。明らかにおかしいよな。なんかガッツポーズだよな。30% ぐらいな感じじゃありません。いや、気合いボール2回連続で外して、なんかガッツポーズしてる感じなんですけど。ボルト。何ボルトかによりますね。マックレス投げましょうか。あ、対戦ありがとうございました。よし。いいぞ。今日なんかめっちゃ調子いいね。めっちゃ調子いいな、これ。ちょっと頑張ろう、今日。ワンチャンスあるかもしれない。いやー、偉いなー。でも、熱湯のやけどがね、なんかね、2回かわしただけで、5割かわしただけですげえお前運いいな感あるよね。熱湯のやけど率っておかしいわ。明らかにおかしいわ。いやー、やってらんねえな。本当にね。お、どうも、ハゲでーす。あ、同じでーす。よろしくお願いしまーす。ハゲ同士仲良くしましょう。マンムーでしょ。ほら、マンムーでしょ。マンムーなのかな。これ、でもマンムーじゃない方がいいかもしんないな。様子見てからマンムーの方がいいかもしんない。ヘラクレスマンムー。マンムーめっちゃ使うな。南部3体に刺さってるじゃないですか。で、クレスはヘラで OK で、バナは OK で、で、そう、初手でね、南部警戒してマニュが出てくる。まあ、ボルトだし、ドランクレス、マニュあるかな。マニュある、どう思います？初手マニュなのか初手来航なのかによりけりじゃないですか。なんか、なんとも言えなくない？ヘラ、初手ヘラとガブ、うん。いや、いけたと思うけど、どうなんだろう。いや、俺はこれでいいと思う。マニューが初手で来られちゃうのが一番辛いよね、多分ね。マニュー、うん、マニューだったらヘラでどうにかなるから、対戦お願いします。いいと思う。来航が壁、でも壁張ってきそうなパーティーじゃねえけどな。なんか割と受けしこうなパーティーですよね。上3体と、じゃあ上2体とバナ見ちゃうとね。バナから入ってくる。なんとも言えねえ。バナか。バナー俺出てこねえと思ってたから。まあ、とりあえずね。ちょっと何バナなのかを確認する作業ですかね。粉バナナはやめろよ。粉バナナだけはやめろよ。それは反則だからな、粉バナナね。確かに催眠めっちゃ入るパーティーだけど、俺のパーティー。粉バナナやめろよ。粉バナナ私は、大勢の通りにふざけんな、マジで。そう。ふざけんな。何してるか。ヘッドバック。起きる。ミサイル。当たる。どうしよう、これどうします？もう粉バナナ避けることに命かけます？いや、それしかないよな。いや、それしかねえだろう。だって向こうもだってさ、このダメージ量だったらヘッドバック打てないじゃん。ね。ここで来航？じゃあマジおかしいから、本当に。マジで、お前、催眠と眠り粉は2連続で引いちゃダメだから。あー、マジかー。どうしよっかー。でもここはミサイルですよね。起きることワンチャン。起きる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 ワンチャン。いやー。いやーね。いやーね。こんなんないわー。こんなんないっすよー。マジで。さんだなぁ。もうほんとね。辛いね。これ辛いね。はい。しゃあなしのマンブルですね。自信。いや、ここまで引っ張って、ドラン出さないでしょ、さすがに。いや、初手からドラン出すでしょう。はい。つらら打っとく。いやー、どうしようかな。地震、つらら、マンムーだから、クレセ出てくることも考えてつららにしときましょうか。はい。落ちない。あ、危ねえ。2発で落ちないことも一緒。危ない、危ない、危ない。はい、はい、はい、はい。まだスカーフバレてないから。まだバレてないから。まだガブ、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 ゴブ、ゴブ、ゴブ、ガブ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 リアスガブ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 リアスガブ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 リアスガブ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 。なんか不穏な空気が漂ってまいりました。バトル上は不穏な空気が漂ってまいりました。さあ、相手は何を選択。しゃー、ごっさんです。さあ、ラスト一体何ですかね。何ですかね。来航ですか。来航、来航。はい、来航、ご来航、借金。あんちゃん、かっこいいよ。やべえ、どうしようかな。で、瞑想積まれちゃうじゃないですか。でも、瞑想積まれたとしてですよね、実際ね。瞑想積まれて、ヘラ。クレセ投げてぴょんぴょんして、自信して、違うか、ヘラ投げて、瞑想積まれて、いや、クレセしてぴょんぴょんが正解だな。うん。ですかね。どうなのそれ。で、瞑想積むじゃん。シャドボー。はい。シャドボー。あ、メガネっぽい。あ、メガネっぽい。メガネっぽい、それ。すげえメガネっぽい。で、三日月はするけど、シャドボーで落とされて、で、いや、でも落とせるでしょ。だってタイプ1、1パマンム自信ですよ。で、相手メガネでしょ。耐久振ってないでしょ。SACS でしょ。はい。じゃないんすか。さすがに。上取ってるしね。よいしょ。はい、対戦ありがとうございました。オッケー。よし。あれだな。眠りゴナは、勝敗を左右しないんや。あ、2000やったよね、この動画。なんか短くない？なんか今日短いね。まあ、ありがとうございました。まあ、2000、1日2000、1日2000。はい。次の動画でお会いしましょう。1900チャレンジかな、月な。はい。お疲れ様でした。